大橋。大橋。まじいい加減にしくんねえかな、おめえ。マジ本当に。ねえ。第三弾の年賀状。お前、ほんと暇人だよね。奥さんとかこういうの知ってんのね。ね大橋くん。来たねえ、千さん。本当とにさ。これ、写真。 何年賀状で3枚目と、あと、怪文書、封筒のやつで2枚だから5枚。<laughs> <laughs> まあちょっとよ、朗読するよ。ッサ、お、たっくん。<laughs> 汚ねえな、ほんとな。神奈川県相模原市、緑区をこう、 何途中で入れたねえ橋本台1の17十13ライオンズマンション橋本大5802柏市柏勝寿恭治ちゃんねえいや読んだけどさマジ気持ち悪いんだよねちょっと上から行くよ「たっくんよ2019年に大橋に爆弾何個投げると言ってた」 がよ、まだ投げんのか。<laughs> 早く投げろ。爆弾、かっこ笑い。はったりやろう。ここ上からね。自分の病気ちゃんと理解しろ。自己愛性パーソナリティ障害。一部アスペルガー症候群。境界性パーソナリティ障害。お前。<laughs> 卒アルのおめえのページコピー。量産しておめえのアンチ立花やおぎつにばらまくからなって。逆になるのね、ここからね。<laughs> この開けましておめでとうの、こっから量産しておめえのアンチ立花やおぎつにばらまくからなって。立花やおぎつにばらまきゃいいんじゃねえの <laughs> だからどうすんのやれや,や、草津さん。 こっちはガチの爆弾4つ持ってんだよ。だから、早く投げろよ。<laughs> 爆弾4つ持ってんだよ。こら、大足の元へ来たら、すでに言ってんだけど、今月中に、俺に連絡なければ、家の前で大声出すよ、悪いけど。うん、もう容赦しねえかね、俺悪いけど。奴が謝ればいいだけの話なんだよね。 大足の元に来たらカウンタータイプの爆弾を順次起爆させる。怒ってんのね。怒ってんのね。そのうちの一つに、おめえの学生時代の同級生から提供された卒業アルバムだ。ハったりじゃねえ。えだから別にいいんじゃない別にすでに見たって。 これ、小学校6年生の時の町田市相原小学校。相原小学校6年1組の卒業ですよ、これ。俺1年いないからね。相原小学校ね。<laughs> できれば、堺中学校とか、その辺も出していただけると楽しみですね。<laughs> ねえ、ほんと、相変わらず気持ち悪いね。おわしい。 こんなことやって変わんねえけど <laughs> マジでさ大橋ちゃんねえ恥ずかしくないねえ謝れよ大橋。おわし なあ謝れっつってんの分かったねおはしまのぶっちゃん謝れっつってんだてめえ分かったか